新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、中国湖北省に残っている帰国希望者を乗せるため5便目のチャーター機が16日午後8時30分過ぎに武漢に向けて出発しました。17日午前羽田空港に戻る予定です。チャーター機にはこれまでの便と同じくゴーグルや防護服など中国への支援物資が積み込まれました。帰りの便に何人乗るかは不明ですが、茂木外務大臣はこれまでの4便と比べると少ない数になるという見通しを示しています。第4便で現地入りした外務省職員も搭乗する予定で、日本政府は今回の第5便をもってチャーター機の派遣に区切りをつけたい考えです。政府はこれまでにチャーター機4便を派遣し、日本人や中国籍の家族ら763人が搭乗しています。